ニキホロスリトラスは19世紀のギリシャの画家である。アテネやドイツのミュンヘン美術院で学んだ後、アテネの美術学校の教授を務めた。ティノストのパナーモスで人気のあるイシボリエの息子に生まれた。18歳になった1850年から美術を学ぶためにアテネに移り、アテネの美術学校でドイツ人画家のルートビヒティールシュやイタリア生まれのラファエロ・チェッコリに学んだ。 1856年に卒業した後、教師の仕事をした。1860年に、ギリシャ政府から奨学金を得て、ミュンヘンに留学し、ミュンヘン美術院に入学し、カールフォンピロティに学んだ。1862年のギリシャのクーデターで国王、オソン・一世が亡命した後、奨学金は得られなくなったが、ウィーンのギリシャ大使の支援で留学を続けた。 1865年の夏に同じティノス島出身のニコラオスギジスがミュンヘンに留学してきたのでギジスとミュンヘンにある名画を研究した。その年帰国してアテネの美術学校の教授となった。1873年から4年間ギリシャに帰国したギジスとコアジアを旅し、この頃はオリエンタリズムの絵画も描いた。1879年に 商人の娘と結婚した。アテネの美術学校の教授職を亡くなるまで続け、アテネで死去した。ギリシャの神話を題材にした歴史画や風俗が人物画を描いた。息子のニコラオスリトラスも画家になった。ありがとうございます。